結論としてはですね、この Apple Pencil は売ります。おはようございます、なごみ家です。今日ちょっと喉の調子が悪くて声がワントーンぐらい低いかもしれないんですが、ご了承いただけますと嬉しいです。で、今回はですね、お別れのご報告となります。結論から言うと、僕が持っているこの iPad Air 第5世代ですかね、こちらではなく、これについてるこの Apple Pencil、これを手放すことに決めました。お別れの挨拶ですね、本当に。もちろんきっかけはですね、先日発表された新しい iPad Pro、iPad Air によるものなんですが、僕も当初気づいていなかったんですが、この新しい iPad を購入するしないの前段階の話として、今の iPad とこの新しい iPad に大きく溝が生まれたということがね、だんだんと分かってきました。ソフト、ハードが大きくアップデートされた上で、さらにアクセサリーも大幅に刷新されています。それによってですね、今まで使っていた、この Apple Pencil をはじめとしたアクセサリーが、今後どんどん価値を失っていくということでね、今回はそれについてちょっと自分なりの考えをお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。今回のアップルの新製品、主役はもちろん iPad Pro でしたよね。 M4 チップを搭載し、またアップル製品史上最も薄いプロダクトとなりました。で、もう一つのメインは iPad Air ですね。こちらも M2 チップを搭載しつつ、13インチモデルが新たに展開されるというね、リニューアルを遂げました。で、それと同時に新しく発表されたのが Apple Pencil Pro、 そして新しいマジックキーボードでした。 Apple Pencil Proは、これまでの機能に加えて、指で強く押すとそれを感知して、いろいろなこう切り替えができたりだとか、ペンシルを回転させることで、さまざまなツールを使い分けられたり、ペンシルにこう反応が返ってくる触覚フィードバックの機能も、搭載されました。これが新しい iPad Pro、 そして Air で、使えるというものですね。そしてマジックキーボードに関しては新しい iPad Pro 専用のものになります。ファンクションキーが搭載され、トラックパッドがより大型化しました。キーボード部分はアルミニウムになって、より Mac に近づいた本格的なキーボードになっています。と、これだけ見ると、今持っているこの僕でいう iPad Air とかですね、そういったものにはあんまり関係がない話に思えるんですが、実はですね、これが結構大きな問題をはらんでいるなというふうにも感じました。特に僕が持っているこの Apple Pencil についてお話しするんですが、Apple Pencil Pro と言いつつですね、現状の価格は第2世代と同じなんですよね。21,600円かな。はい。なので、プロと言いつつ、ほぼほぼこうシンプルなリニューアルで、第3世代と言ってもいいのかなというふうに思っています。以上が、今回の iPad 発売による、市場の変化にはなるんですが、これで、大きく間に溝が生まれているのがお分かりいただけたでしょうか。基本的には、今まで Apple Pencil 第2世代と、ライトの第1世代、この2つで動いていたのが、今回からApple Pencil Pro と Apple Pencil USB-C のこの2モデル展開になっていったということですね。この溝が、今後はどんどん深まることが想定されます。今は iPad Pro と iPad Air、 そして iPad の無印、この3つが新世代になっていますよね。基本的にはこう旧世代の Apple Pencil を受け付けない仕様になっていると思うんですが、なので現存する旧 iPad はもう iPad mini だけになっています。要はこれから iPad を買う人にとっては、iPad mini を買う人以外はほぼ全てこの新世代 Apple Pencil を購入することになるんですよね。となると、この Apple Pencil 第2世代はいよいよ購入機会が減るということになります。ちょっとね、まずいです。本当にこう時代に取り残されていく感がすごいですね。じゃあここで、僕の今の Apple Pencil の使用状況をお話しするとですね、ほぼほぼ使っていません。思い返しても今年使ったの多分1、2回あるかな、そんぐらいだと思います。本当に Apple Pencil 使わなくなってしまって、でこれは iPad のせいではなく、完全に僕の、持っているデバイス群とか、ライフスタイル、ワークスタイルの変化によるものです。一番この iPad および Apple Pencil をフル活用していたのは学生時代でした。その時にも様々な動画を上げていたんですが、
主には大学のノートを取ったり、あとは諸々の資料をねこちらでまとめたり、本当に勉強用の端末としてものすごく重宝をしていました。そしてこの大学の年次がどんどん上がっていって、僕の場合も大学4年とかはあんまり講義を受けていなかったんですが、そうなると、ノートとしてのこの iPad および Apple Pencil の使用頻度が激減しました。とはいえ iPad 本体は結構使ってたんですよね、まあ、大画面デバイスとして本を読んだり雑誌を読んだり動画を見たり、そういった使い方を結構 iPad ではするようになって、その頃にはキーボードを購入したりもしてたんですが、一方で Apple Pencil は本当に使わなくなっていきましたね。ノートを取らないので本当に Apple Pencil 使わなくなっていきました。そして去年大学を卒業して社会人になって、いよいよこう Apple Pencil をほぼほぼ使わなくなり、また iPad はもう完全にただの大きい画面の iPhone みたいなこう使い方が増えてきた中で、追い打ちをかけたのが折りたたみスマホの導入でした。僕は Google Pixel Fold を、去年から使い始めたんですが、もうですね、外出している間はもう大画面デバイスこれでいいんですよね、まあ、雑誌も動画も大画面で見られるようになってしまったので、本当にこう外出している間もこう気軽にスマホから画面を大きくして、雑誌を見たり動画を見たりみたいなことができるようになってしまったので、もう iPad を外に持ち歩くことは全くなくなりました。家に帰ってきてちょっとスマホ充電している間に、動画を見たりだとか、そういうためのこう端末になってしまっていましたね。ということで、まあ、今ですね iPad なくなっても正直そこまで困らないんですよね。もちろんこう Google Pixel Fold と比べてこの iPad Air は画面のサイズが大きく違うので、まあ、このくらい11インチ程度の画面があるといいなと思うことはちょいちょいあれど、じゃあ別になくなったとしてもこれで代替できるかなというような感じになってしまっています。じゃあもう今まで Apple Pencil を使ってたような作業ももうやらなくなったのかというと、そういうわけではないんですよね。もちろん書くみたいなこともやるんですが、そういう時に最近僕が使い始めたのがノートとペンです。もう結局原点回帰しましたね。外出時は結局大画面はもうスマホに搭載されている、で書くことはあるけど、そのためだけにこの iPad を持ち歩く意味はなくないかということで原点回帰して、このダイアログノートと、ボールペンを使っているんですが、まあもうこれでそんなに問題はないですね。いつこう書きたくなるかわからないので、そのために持ち歩くものはまあ正直タブレットではなく紙とペンの方が適任ですよね。まあ、そんなわけで僕の中では iPad と Apple Pencil のまあ使用頻度とか優先順位が大きく下がっていましたし、またこの折りたたみスマホ、今はこの Google Pixel Fold を使っているんですが、まあ今年ちょっとね Galaxy Z Fold のシリーズにも手を出したいなと思っております。そうなるとあれペン使えるんですよね。もうなおのことこの iPad と Apple Pencil の使用頻度はもうなくなりかねないなと思っております。そんなわけで Apple Pencil が大幅リニューアルされていっているこの状況、そして Apple Pencil を全く使わなくなってきている僕、2つの状況が絡んで Apple Pencil を即刻売らないと結構これがガラクタになってしまうんじゃないかというような、僕の中で結論が出ました。どうせ使ってない、売れるなら早く売った方がいいという話ですね。でそうなるとこの iPad Air 本体に関しても売っていいんじゃないかと僕の中ではちょっとね疑ってきているんですが、難しいんですよね。家の中でこの折りたたみスマホも拡大した7、8インチぐらいですかね、そのくらいのサイズ感だとちょっと足んなくも感じるんですよね。まあ11インチに慣れてるだけなのか、ちゃんと手放したら別になんともないのか。でもまあ旧 Apple Pencil、まあ、第2世代とかの価値が下がっていくということは当然 iPad Air とか、旧世代の iPad の価値も、まあ、下がってはいってしまうので、このあたりをねもう今のうちに手放しておくっていうのを一つ選択肢かなとも思っています。シンプルに iPad を使うシーンをちゃんとね考えられればいいんですけどね、今のところあんまりないし、今後こう折りたたみスマホでスタイラスが使えるようになると仮定した場合には本当にいらないかもな。そんなわけでですね、この新しい iPad の発売によって旧 iPad を使っている人間の立場も危うくなってきたという話でした。まあ、結論としてはですね、この Apple Pencil は売ります。第2世代売ります。で、まあ、iPad Air 第5世代に関しても、まあ、結構手放す選択肢が有力になってきています。これ結論が出たら、まあ、X、Twitter とかでね、ご報告いたします。
もちろん今のお話は全員が全員に当てはまるわけでは全くありません。Apple Pencil 第2世代をもう今すぐ売れというわけではなくて、今後 Apple Pencil 第2世代に対応している iPad っていうのが、そもそも減るので購入する人も減っていきます。どうせ手放すなら早い方がいいよねっていう話でした。僕の場合は特にこの Apple Pencil うまく使えていなかったので、なので全員に対してこんなものは手放せと言っているわけではないので、その点はご留意いただけるといいかなというふうに思います。現時点でですね、この旧世代の iPad というかね、 Apple Pencil 第2世代に対応するのは iPad mini のみになっていくわけなんですが、このミニ、今年来年くらいにアップデートが噂されていますが、これでね、Apple Pencil 第2世代まで変わるかどうかと言われると結構微妙な気がしています。あと1回2回くらいは iPad mini このまま行くんじゃないかなとちょっと思っておりまして、その点はね、Apple Pencil 第2世代ユーザーにとっては、まだ嬉しいところではありますよね。いずれにせよ、僕のようにですね、眠っている Apple Pencil、またなんならマジックキーボードとかも含めて、そういったものがある方はぜひぜひね、手放すこともちょっとこのタイミングで検討してみてもいいのかなというふうに感じたという次第です。以上が僕のお話になります。このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げておりますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみ家でした。ではこのアップルペンシルと iPad、 もう箱まで用意してね、売る気満タンというわけで、さよならアップルペンシル、もしかしたらさよなら iPad Air。